食べてあげる始まり始まり。ピーマンやだ、おいしくない、食べたくない、ピーマンなんて大嫌い、誰か代わりに食べてくれないかな、りょうたくんは思いました。すると食べてあげるコップの後ろから小さな男の子が出てきました。君は誰？僕は小さなりょうたくん、嫌なものは全部僕が食べてあげるよ、とその子は言いました。偉いわね。綺麗になったお皿を見てママは大喜びです。嫌いなピーマンを食べずに済んだりょうたくんも大喜び。次の日のご飯にも嫌いな人参が入っていました。りょうたくんが人参やだと言うと、また小さなりょうたくんが出てきました。食べてあげる。これもやだ、あれもやだ、りょうたくんは前よりわがままになりました。嫌なものを全部小さなりょうたくんが食べてくれるからです。食べてあげる、食べてあげる。小さなりょうたくんはどんどん食べて大きくなり始めました。りょうたくんの嫌いじゃないものまでどんどん食べてしまうようになりました。あれれれれ、いつの間にか小さなりょうたくんは本当のりょうたくんより大きくなっていました。こんなのやだ、りょうたやだ。今度はりょうたくんが嫌なの？ピーマンやだ、人参やだ、そして今度はりょうたやだ。ということは食べてあげる。バク。もぐ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 。あっちにボヨン、こっちにボヨン。りょうたくんは暗い穴の中をぶつかりながら落ちていきました。ちゃんと自分で食べればよかったよ。真っ暗な胃袋の中でりょうたくんはとても反省しました。ちょうどその頃、外の世界では見違えるようにいい子になったわね。好き嫌いがなくなったりょうたくんをママが偉い偉いと褒めています。そのりょうたくんが本当のりょうたくんじゃないとも知らずにね。さて、本当のりょうたくんはどうなったと思う？もう好き嫌いしないよ。おしまい。